ッチ、これからご案内してまいります。それでは改めて放送席、今現在の顔ぶれご紹介しておきましょう。ゲスト解説は大輝さん、そして、おなじみの解説は田中秀樹さんであります。ライズウェルター級タイトルマッチ3分5ラウンド無制限延長ラウンドを行います。まず赤コーナー、今回が初防衛戦、 TS ジムブラジリアン対所属ヒドル級王者、初代ライズウェルター級王者ダニーロ・ザノリニ。強いチャンピオン登場、今回が初防衛戦です。ダニーロ・ザノリニです。まず青コーナー、挑戦者先駆け塾所属 K1 ワールドマックス2010 70キロジャパントーナメント優勝、長嶋ジエオティ優勝。実力を秘めたコスプレ選手、長嶋ジエオツ雄一郎です。ファンがいっぱい来ています。さあ改めて、放送席ご案内していきましょう。ゲスト解説一番向こう、大輝さんであります。よろしくお願いします。後継のチャンピオンが決まったばかりです、はい。このタイトルマッチも元気よくお願いします。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。そしてお隣は熊久保秀樹さんです。熊久保さん、改めて、はい、よろしくお願いします。絶好調ですね。いやいや、そのことないですよ。そうですか。いつもですよ。はい、私もいつもと同じでございます。さあそれではタイトルマッチご案内してまいります。ライズウェルター級の1位に現在ランクされているジエンオツこと長嶋雄一郎、強いダニロに挑戦という面白い大一番であります。ライズのウェルター級タイトルマッチ、3分5ラウンドは無制限延長ラウンドあり、どこまでも決着がつくまでいきます。最後までお付き合い願いましょう。さあ熊久保さん、はい、解説者としてのお務めです。どういう感じの展開、まずは予想されるんでしょうか。そうですね、やはりダニロ選手は本当蹴り中心だと思うんですよね、はいはい。長嶋選手はもう左右フック中心ということで、やっぱ蹴り対パンチという図式が考えられますね。なるほどなるほど、はい。大輝さんにも伺っていいですか、はい。この試合、どういったことを希望しますか。どんな感じになってほしいなと。そうですね、 KO でパンチの KO を見たいですけれども、もう足じゃなくてもうパンチの KO、はい僕はパンチのイメージ。なるほどなるほど、そういうことですね、はい。さあ、それが見られるかどうか。ライズウェルター級のタイトルマッチ始まりました。チャンピオンダニロ、今回初防衛戦です。おお、今な簡単ですか。今大きくバランスを崩しましたジェンオツ。熊本さん、今見届けました。ローですね、はい、ローキックがちょうど足の踏み込んだ時に入ったんじゃないですかね、はい。今のが、まあ、俗に言うオープニングヒット、そんな感じなんでしょうか。入り込んできます。今回は真っ赤な頭、ジエンオツ雄一郎。長嶋選手は70キロの K1 時代よりね、体重を落として、はい、やっぱ体型がまずすっきりしましたし、やっぱスピードがアップしましたね。今現在調子に乗って3連勝、これいい感じですもんね。そうですね。左ヒック、カウンター、右ストレート。いや。大輝さん、パンチのなんか先ほどのお話が続けて、乱れそうな感じになってきましたね、お話の続きが、はい。まあ、ということはダニロが勝つということですが、長嶋選手も得意の動き、たっぷりと披露していただきたいと思います。 K1 ワールドマックス2010日本トーナメントの優勝者、初代の NJKF スーパーウェルターのチャンピオンでもありますジエンオツ。おお、おっと、はい、ちょっと交錯があったんですね、はい。前回の戦いで、組んできます。結構ダニロ選手が蹴りのカウンター狙ってますね。はい、長嶋選手が入ってくるところに合わせて。危ないですね。はい、またローです。大きく息を大きく一つずつ吐きながらジエンオツが相手の目を見ながら場所を変えます。そうですね、今みたいなロングのパンチで入るといいと思いますね。ロングのパンチで近づいてフックにつなげたらいいと思いますね。距離が詰まっています。ミドルを出しましたチャンピオンドリブロー、そしてパタッと離れた、離れ際を追いかけてきました。これ大輝さん、油断できないですね。離れ際パワーすごいですね。アウト、スロットがスピンキックが入ったかもしれません。ちょっと浅かったでしょうかね、はい、今。ただ長嶋選手も今レバーブローを入れましたからね、はい。またレバー落ちにきます。左はこの離れ際ですね。ジエンオツが離れていこうという時、熊久保さん追いかけてきますもんね。やっぱりね、外国人選手ですからね、パワーがありますよね、一発一発に。左、また体がアウト、チェーンを持った、自演法というやつですかね、あれ。ビヨーンの自演法炸裂、右のストレートパンチ、すぐ立て直しました、ダニロ、チャンピオンローキック、今度は逆、インドーか、もう一回、同じようなところ当てていきます、徹底して、今度は外側。内から始まりました。右を切ったんじゃないですかね。今来ました。はい。ちょっと右、左足ちょっと引きましたね。お、これです。今回が2度目、しかもタイトルマッチを手に入れました。前回の戦いで渡部大樹と戦ったんですが、大樹戦あれが認められたということでしょうね。そうですね。渡部選手、谷野選手と初代タイトルのですね、まあ相手ですね。はい。で本当に互角の戦いをしましたしね。なるほど。はい。そういう選手が多かったですから。ライズがその辺のところを大いに認めまして、今回のタイトルマッチが生まれています。ジェンゴ11の先ほど熊川さん得意の前回披露したジェン法、これもね多分ストレートですよね。ジェン法は先ほどいいパンチを放ちました。一方大樹さんチャンピオンも、ローキックを中心に結構いいパンチも入れましたね。だんだん踏み込めなくなりますからね。で久保さん何回も言いましたけども、長嶋がですね出てきて離れる瞬間を狙ったように追いかけるシーンがありますよね。際ですね。際の技の出し方っていうのはやっぱり当たりですよね。長嶋が勇敢に入り込んでいきます。右差しような右を出します。大樹さん、長嶋選手千載一遇のチャンスかもしれません。勇気持って戦ってますね。そうですね。激しいですね2人とも。本当ですね。まあタイトルマッチを相手してこういう風にもなります。おお、膝は当たりませんでした。顔面が今ちょっと下がってきたのですかさず左の膝盛り上げていったんですが、ジェンをつなぐブロック守ります。これは相手グラブの前ですね。そうですね、つなぎますよね、あそこで。いやちょっとじゃあ大樹さんにそのチャンピオンのうまさについて語っていただきたいと思いますが、どうですこのダニロのうまさという面では。そうですね、ガードも硬いですし、全部こういうちゃんと当ててますけど、ジェオツ選手も体強いですね。全然攻撃もらってもぶれないですからね。ジェオツがもうカッと目を見開きまして、相手を目で威嚇するような感じで戦います。今長嶋選手は拳を縦にして打ってるんですね。というアウトとか上からフリーのパンチ。横にしないで縦にしてパンチ打ってるんで、ガードの隙間抜いていくんですよね。そう。幅が狭まりますもんね。なるほどなるほど。これもそうかもしれません。そうですね、これそうです。これいいですね。入ってますね。どんどん効いていきそうですね。本当ですね。じわじわと長嶋の自演をつらしいところが出てきています。下がりながら、前蹴りは関節蹴りだったんでしょうか。入り込んできました。一発。自演をつも打ちます。多彩な攻めを見せるダニロ。アウト。これはちょっと足をすくったような感じがしましたんで。腰打ちましたか。打ちましたね。タイムストップ。ジェオーズがですね、左は首の方に行って、右をちょっと膝の裏の方にこうすくうような感じで近づいたんですね。これ投げになるんで、反則に点取られる可能性ありますね。そうですね。ドクターが入り込んできました。ちょっとチェックします。落ちてしまいました。そのため回復を待って再開するということです。ただいまドクターのチェックを行っています。少々お待ちください。でも放送席からも横側はちょうどこのダニーロ選手の見えるんですけども、大樹さんのところから見えます。かなり苦しそうですよね。そうですね。背中から落ちますとよくこう。違う格闘技なんかでもあるんですけど、熊子さん、かなり呼吸がね、自然に止まっちゃうんですよね。ちょっと息が詰まった感じになったかもしれないですね。深呼吸を繰り返させているようです。まあ、再開できることを本当に切に願いたいと思いますけれども、ジェンオツ選手もちょっとこの表情がですね、まずい。しまったと、決して故意ではないんでしょうけれども、そんな気持ちで今、セコンドが今、話しかけているようですけれども、説明がありますね、ちょっとお聞きください。足をかけて、倒して、その時に膝を当てております、ダニロ選手の肋骨がおそらく折れてるということなので、ジェームズ選手は、失格ということになります。うわあ、これが最低ですね、決着ということになりましたね。今、ウコンが打ち鳴らされました。あれですね、足をかけて倒したとき、倒れ際に、長嶋選手の膝が、声か偶然かわからないんですけども、当たったということですね、肋骨のところに。反則負けということになります。ということで、ただいまドクターとレフェリーの総合的な判断の結果、赤コーナーチャンピオン、ダニエロ選手が相手の反則行為により勝利ということになります。勝利は得たものは泣いてますね。皆さん、ちょっと残念けど、長嶋ジェイオンスで本当、試合、2010年から待ってる。今日、本当の、この前、彼、チャンピオンになっての時、私、彼に勝つ、絶対勝つ気持ちありますから、今日、本当に5ラウンドで合わせて勝って。一番したいからずっとこの試合待ってるから、本当ごめんなさい。また社長、もう一回チャンスちょうだいお願いします。長嶋ジェイオンスでこういう形じゃなくて、いい試合したい、みんないい試合見せたいから紹介したい、よろしくお願いします。すいませんでした。こういう勝ちじゃないけど、本当かっこいい勝ちしたいから、すいません。ありがとうございます。お疲れ様です。皆様、盛大な拍手をお送りください。